おぺぺぺぺ、助けに来たぜエース。に対する読者の反応集。ルーム、シャンプルズ、カエルゾアホンダラ。マリンフォード全域にルーム展開してぶった切りそう。そういえば2年頃置いたらマジでこれで終わってたんやな。親父自身と入れ替えて帰ろうぜ。その後危険のエース助けて即退散言われても大丈夫かな。エースがどれだけ赤犬に向かってこうがシャンブルズで連れ戻せるから逃げ放題よ。絵面想像したらくさ。最悪、海のど真ん中に大砲撃って、大砲の弾と赤犬シャンブルズしたら、赤犬海上に飛んでって挑発どころじゃなくなるよね。そもそもオペオペがメタ能力って感じする。ロギア全般基本的に分が悪そう。無音状態にしろ。オペペペペ、負け犬の遠吠えは、さぞ耳障りだろうな。リ、ルーム、サイレント。適当な海兵捕まえてエースと場所入れ替えて救出できそう。潮試合を超えた何か。能力者が回廊石触れてなきゃ回廊石もぶった切れるからな。鍵も必要ない。オペオペならそもそも自分の病気治せてそう。やべえぞ、フルパワーだ。そうなると自分で黒ひげぶっ倒してそうだな。オペペペペ、若さの秘訣か？やっぱオペオペ強いな。オペオペは自由度が高すぎてな。どっかの能力に対処できても他の部分がメタれない。オペオペの能力まとめ。空間置換、切断、防御壁、電撃、内臓破壊、人格移植、不老手術、波動、消音。回廊石自体や回廊石上に捕まってる奴には無効と勝ってルールないよな。パンクハザードで回廊石を切ってたような。エースを救出して即退散とは飛んだ。あ、待って飛ばないで。全員落ち着け、白ひげを吐きで上回ればどうにか。あれ？自分で自分の治療できるから。おそらく、デバフなしの、世界最高レベルの覇王色。よかった。白ひげが自分の命を犠牲にエースを不老不死にして助けるやつかと。親父、命がもったいない。ここまで白ひげの笑い方に突っ込みなしと。顔見せてから帰る、礼儀ある数秒。スクワード、こんな傷すぐ治るぞ。世界を震撼させる最高の脱出マジック。戦国、私が逃がすと思うなぁ、鳥かご。おぺぺぺぺぺ、シャンブルズ。三下っぽさがやばい。卑怯な手段で主人公にキレられるやつだろ。開幕早々、モブの体か心臓とか一部奪って人質にすれば勝てるよな。無駄な血を言ってきたりとも流さない、海の王。血が流れんのなら、わしはこれを平和と呼ぶ。赤犬、わしが逃さんと言ったら生きることを諦めん海馬語れが、因果ざらし。ニコ道だったら赤字で画面が埋め尽くされるやつ。おぺぺぺ。補導された息子を引き取りに来たおっさん。実質引き渡し。戦争時テンションのドフラミンゴさんがこの場面に出くわすと爆笑しそう。俺は白ひげだー。のシーン、海兵どころかマリンフォード溶断してそう。自分の健康状態は最悪なのに、オペオペ食ってるの皮肉聞いて好き。医者の不養生って言葉があるしな。補導された息子を引き取りに来たお父さんかよ。笑い方のインパクトが強すぎる。戦国、作戦がもったいない。白ひげ海賊団、船長、船医長、白ひげ、最強最高の名医、エドワード・ニューゲート、ドン。白ひげの名前って医者っぽいよね。中央に包囲されマグマで足場がなくなるタイミング、外の海兵と全部入れ替える畜生戦術。いつからだ、奴ら、この海域全体を手術室に。久方ぶりだな戦国、そして返してもらったぞ我が息子を。縄張りの島々を定期的に回って患者見てあげてそう。一年に一回の白ひげ船長の総会心だー。息子が迷惑かけたお詫びに帰りにインペルダウン寄ってマゼランに下痢止め渡してそう。白ひげ先生、と呼ばれてそう。初登場時に看護服連れてたのが能力の伏線になってるのか。グレハの弟子だったりして。白ひげ、ルーム、とか絶望感しかないな。逆に老がグラグラ食ってんのかな？それとも病死？原作通りなら老パパが治療方法見つかる前に殺されるので、ドフラミンゴが白ひげに頼まない限り死にますね。白ひげが軍艦切りまくった後にオペオペで白い町の住人全員治療した。この世界線のフレバンス、白ひげ海賊団の旗掲げてそう。王族逃げ出した後にフレバンス救ってたら、白ひげの縄張りになっててもおかしくないな。ホワイトモンスターで溢れた白い街を、白い怪物、サブ隊、怪物、のジャンプ掲載時、たる白ひげが救う。
そしたらローは家族も友達もシスターも死なないし、普通に医者になってるんだろうな。その代わりドレスローザは地獄のままだけど。ローがファミリーに入らなければコラさんの裏切りがあのタイミングで発覚することもないだろうから、普通に戦国に情報渡して国乗っ取りを事前に阻止できそう。これ、ドフラミンゴ七部会になれず、そのままインペルダウンに投獄されるのでは？ローも海賊になる必要もなく家族と入れるしハッピーハッピーやんけ。花々もそうだが、能力のスキルツリー伸ばした方がいろいろ便利、住み分けできるけど、シャンブルズだけ、プラス残りフィジカル全振り、レイ、ガープ、でも、ルーム内なら能力者外し、エダ、瓦礫と自由にワープ、オア、こっちが強制的に能力者の前にワープ、ってなかなかのクソゲーだね。白ひげがオペオペ食ったら本編までにルームで寿命使い切って死んでそう。ルーム村雲切りで伸びた歯から波動とグラグラが合わさった衝撃がぶち込まれるとか死ぬやろ。さらっと能力二つにしてんじゃねえぞ、アホンダラー。ごべーん。うっかりじでだー。オペオペだったら違う作戦練るんじゃないかなー、戦国。そもそも原作も作戦練った上で案内侵入されてるから、貢献具戦は読めない。大々的に処刑宣言してるからエースもあのポジションは確定。そう考えると海の中からルーム広げてシャンブルズしたらもう目的達成で、そのまま U ターンするだけになるんだ。なろうみたいな展開。全盛期レベルの武装と覇王色をまとった刀に、オペオペの内部破壊を合わせた一撃とかやべえって。吐き使える中将以上には効かないだろうけど、逆に言えば少々以下はオペオペに対処できないだろうから、戦力相当削れそうだな。4高レベルの覇気に耐えられる中将は何人いるんだろうな。なんでオペオペが50億もするのかがよくわかるすれ。食った時期によっちゃロジャーを手術しちゃってたりしない？この白ひげ先生、性格的にロジャーは断りそうではあるが。この世界だと海軍もオペオペを把握してるだろうし、エースは場所非公開で処刑されそう。金も力は高い治療費分取って孤児院に全額寄付、貧しい子供たちはタダで治療、お前もう世界の王になれ。白い巨頭、エドワード・ニューゲート。そう改心する白ひげ海賊団みたい。オペオペは医療知識が必要だから、最新の知識を得るために定期的に学会に参加、もしくは学術論文読んでそう。そうなるとローがグラグラの世界線か。これじゃ公開処刑して白ひげ来るまで待ってた海軍がバカみたいじゃん。オペオペってやっぱりスペックやばいんだな。そりゃあイカスも殺すも使えて次第だけど。スキャンもあるから。各層がルームが届く限り見つけられるんだよな。強すぎる。初見殺しすぎる。白い巨頭的なあれで白ひげ戦闘にずらずら歩く白ひげ海賊団想像するだけで笑ってしまう。この白ひげ海賊団、全員医療知識あるのでは？丸三角、助けに来たぜエース。公文パロまだないのか。やべろー。親父、俺は息子だと本気で殺すん。ああ、ガンマナイフ。バカ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。